どうもチームシケダの金子孝明です。僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。よかったらもうすぐ写真集出します。初めて通販させていただくんですけど、概要欄等にメイキングと各種リンクありますので、よかったらぜひチェックしてください。あとこれ撮ってる時点で、来月、4月の9日から14で名古屋なんですけど、初めて合同の写真展に参加させていただきます。これももし、近隣の方なんかぜひよかったら、遊びに来てください。今回は、カメラではなく時事ネタの雑談になります。カメラの関連とかは再生リスト分けてるので、よかったらチェックしてみてください。今回はタイトル出てると思うんですけど、僕この手の話題ってあんまり興味なくて、芸能人のどうとかとかね、スポーツ選手のその成績に関係ないそういうのとかも、よほどひどいの以外はあまり興味ないんですけど、ちょっとさすがにびっくりしましたよね。ですごいニュースになってて、まだ事実確認取れてないからまともな人コメント控えてるんで、もう僕なんかがその内情とかね、実際に大谷選手がなんか振り込みをどうとかみたいな、なんかもう分かるわけないんで、今回はそういうんじゃなくて、僕はねやっぱり仕事柄、前はねそれなりに真剣にお芝居やってたんで、人間についてやっぱりずっと考えてるんですよ。やっぱり友達も少ないのでね、一人で結構考え事する時間が多い人より多いんで、とにかく人間について考えてる時間がすごく多くて、でこの手のニュースが出たらね、要はクリーンなだと思われているそのカテゴリーの人が、実はこんな裏側があったんだみたいな感じで、本当に猫かぶっててマジでもうムカつくわみたいな、世間的にそういう見方をする人がやっぱり圧倒的多数だと思うんですよね。で水原さんにこうヘイトを貯めてる人って、多分そういう感情なんだと思うんですけど、大谷選手を騙してとか足引っ張んなとか。ただ僕このニュース見てで興味があって、水原さんがね大谷選手の通訳になるまでのこうどんな感じの人だったんだろうなみたいなので、ちょっと調べてみたら、ああと思って、興味ある人は調べていただければいいと思うんですけど、そりゃそうだよなと。その大谷選手がね、てか大谷選手本人が人を見る目が仮になかったとしてもですよ、周りがもうそんなうさんくさい人間を絶対遠ざけるはずなんで、今回の一件を除いて考えたら、多分ですよ、もちろん会ったこともね何もないですけど、めちゃめちゃこうちゃんと人間ができてる人なんだろうなっていう、本当ね、岡島選手の通訳とかね、メジャーリーガーの元ねやってた方なんで、その頃のエピソードとか岡島選手の水原さんに関してのインタビューもあるんで、もう読んでもらえればと思うんですけど、これは本当ね、結構ご本人もなんか YouTube でこれがチャンスみたいな感じでバッチリ動画出してましたけど、多分ねほら大王製紙の井川さんね、もう YouTube あんまり見ないんですけど、チャンネルちょっと見てみたら、トップに上がってきたんで見てみたら、なんかすごいねチャンネル登録もあって人気あるんですね、のパターンなんだろうなっていう、どういうことかっていうと、雑に言うと会社のお金を最終的にギャンブル、多分ギャンブル依存症、ギャンブル中毒で、でもうすごい多額のこうなんか負債みたいなのが、なんかもう掛け金みたいなのが足りなくなって、会社のお金でね、最終的にそういう使い込んでみたいなので刑務所入ってた方ですけど、僕もねさすがにちょっとこれは最初は創業者の息子さんだっけな、なので、もう典型的なドラ息子がもうやらかしたパターンなのかなって、世間的にも多分そう思ってる人が未だに多分結構いるのかなと思うんですけど、ただその本がその後出て、好きとか嫌いじゃなくて興味が単純にあったんでちょっと読んでみたりとか、出所されてからもう結構タレントっぽくね、地上波にはもちろん出てないですけど、ネットでは結構バンバン番組ね、出てたりとか、YouTube もねもうやっぱり人気があるみたいなんで、何本かしか見てないですけど、やっぱりねちゃんとしてる方なんですよね決してその頭が悪いとか、そのほんとボンクラのドラ息子みたいな感じじゃないんですよ。でその本を読めば分かるんですけど、なんでその結構取り返しのつかないところまでその会社のお金の使い込みがバレなかったかっていうと、やっぱりちゃんとやられてたからね、疑われなかったってことなんですよね。何が言いたいかっていうと、もうこれはね受け取り手だけの問題じゃないと思うんですけど、
みんなそのスポーツ選手とか特に芸能人とか、あの何かこう一芸とかでこう名前を挙げた人、何かまあ能力を買われて世に出てきて著名になった方を見ると、無条件でね、もう人間性も素晴らしいんだろうなってセットで考えちゃいがちっていうことなんですよね。例えばもうもっと極端な例で言うなら、アイドルはまあ今はもうだいぶそういうイメージも幻想も崩れちゃってると思うんですけど、昔なんかね、もうアイドルはもう絶対うんこもしないとか、他の男とそんなわちゃわちゃやってるわけないみたいな、そういうのの延長みたいな感じで本能的にまあそういうのを信じちゃう傾向があると。で、例えば芸能人絡みの投資詐欺とかそういうの引っかかっちゃう人って、まあ芸能人のあの人がやってるからとか、あとはなんだっけ、不動産詐欺とかも有名なスポーツ選手とかタレントさんが CM をやっているからっていうのでやっぱり騙されてとか、まあ要は全部そういう延長なわけですよ。冷静に考えればわかるじゃないですか。例えばサッカー選手とか野球選手、どんなに すごい成績上げてたってサッカーが上手い若者なわけですよ。野球が上手い若者なわけですよ、単純にね。だから人間性と能力っていうのをちょっと切り離して考えないといけないし、まあそれはでもメディアがやっぱりいろんな理由でもう無理やりそういう風に結びつけて、こうプロモーションとか、見せ方とかそういうのをやってるせいもあるんですけどね。でも僕らの実社会、自分の皆さんの身の回りとか考えた時に、会社の中とかね、仕事場とかで考えた時に、まあ、そういうのいっぱいあるじゃないですか。いませんか、あの すごいもう人望も厚いそういうのが女性関係とかでなんか更迭されちゃったとか、なんかめちゃめちゃすごいいい人なのに会社とかではなんか離婚しちゃったんだとかね、いっぱいあるわけじゃないですか。もうそういうのいっぱいありますよ。さらに人間性ということにおいても、外向きと内向きの人間性っていうのは僕は全然もう別の回路というか、なんか別物だと思っていて、まあもちろん結びついてる人もいるんですよ、結びついてる人もいますけど、結構別物だと思っていて、要はその内弁慶じゃないですけど、悪く言っちゃうと外面は良くてね、仕事場とかで全然問題ないね人とかでも、家庭内暴力とかすごいなんかモラハラとか言われてるような人だったりとか、逆もね、本当あいつクソだけどって見えてるような人でも、もう家族にはすごい優しかったりとか、そういう人なんかやっぱ世の中にザラにいるわけですよ。皆さんの周りにもいませんかね。男性目線から言うなら、めちゃめちゃねもう男気があって義理人情もつけてマジでもう面白いやつだし、めっちゃその男友達、同士でつるむ分にはめちゃめちゃいいやつ、最高なやつなのに、もう一点女癖だけすげえ悪かったりとか、まあ単純にもう浮気癖とかね、遊び癖がちょっとあるぐらいだったらまだね、そういうのもいっぱいあるし、もうさすがに友達でもかばいきれんわっていうぐらい、もう女性に対しては恐ろしくひどいことをしているみたいな男友達いる人いませんか。女性の方なんかで言うんだったら、すごい美人でもう性格もめちゃめちゃいいのに、男を見る目がない女性とかっていませんか。僕はいるんですけどね。そうえ、なんでこんな男と付き合ってんのって人いるわけじゃないですか。あとはもうご本人はすごいちゃんとしてもう尊敬に値する人なのに、なんかもう子供がもう本当もうドラ息子じゃないけどマジかっていう、教育とかもちゃんとやってそうなのになっていう人もまあいませんかね。映画にもなりましたけど、いわゆる丸の内 OL みたいなね、もう給料も良くてね、はたから見たら何の不自由もなさそうな、まあ、女性が別にお金に困ってるわけでもないのに風俗で実は働いてたとか、医者とか大学教授とかがもうえぐい女性スキャンダルとか、そういうのちょこちょこあるわけじゃないですか。もちろんもう見たまんまうさんくせえなーでなんかやらかしてってことももちろんありますけど、たまに今回のね水原さんの一件もそうですけど、なんかもう
聞いてびっくりするような、ね、芸能人とかでもいますよね。まさかこの人がみたいな人も、まあ、そういうことがあったりするわけじゃないですか。それって別にこれ聞いてる皆さんも僕も胸に手を当てて考えてみればいいと思うんですけど、人間ってこうタイトルにしてますけど必ず、ブラックボックス、真相みたいなのの深い、ね、ところの真相の中にはブラックボックスっていうのがあって、みんなねそんな人には言わないと思うんですけど、もう墓までみんな持っていくことだと思うんですけど、みんなブラックボックスっていうのがやっぱあるわけですよ。やっぱ狂った部分っていうのが絶対あるわけですよ。ほとんどの人がね、多分ない人もいるのかな。いやでも僕はあると思ってるんですよね。例えば大谷選手だって僕から見たらちょっと狂ってんなって思うところあるんですよ。例えばなんかエピソードで日ハム時代になんか飲み会に誘われた時にコンディションとかそういうのもあるんで行きませんだけだったらまだわかるんですけど、飲み会の何が楽しいんですかとか言っちゃうとかいやまあまあそのスポーツ選手から見たらすごい正しいんだけど、大谷選手だからまあギリまあ OK だけど、これ普通の人が言ったら絶対嫌われるやつじゃないですかね。すごいなと。でもそこまで狂ってるからあんなね偉大な選手になれたってところもあるし、僕ダルビッシュ選手同い年で結構応援してるんですけど、インタビューでそのすごいなんかサプリとかその自分のコンディションオタクじゃないけどめちゃめちゃ詳しくて、だからあの年で未だにメジャーでちゃんと活躍しててもうすごい説得力あるんですけど、もう聞いてて狂ってるわけですよすげえなと。だからブラックボックスっていうのが単純にいい悪いとかじゃなくて、結果としていい部分で働いてる人もいるし、今回の水原さんとか同じような井川さんとかももうその他の部分ももうはっきり言って結構火の打ちどころ、まあまあ分かんない、他に何かあるのかもしれないですけど火の打ちどころがないように見えるんだけど、この一点だけ狂ってる、いませんか。要はだから今回って本当に不幸というか、もしかしたら単純に大谷選手の人を見る目がないパターンもまあ会ったことないんで分かんないですけど、水原さんはめちゃめちゃおそらくちゃんとしてる人なんだろうなって。僕知り合いでいらっしゃるんですけど、まあスポーツ選手の代理人とかそういうのやってた方とか、通訳って別に本当に通訳だけするわけじゃなくて実質的にはね運転手とか軽く身の回りの世話とかねコンディション調整とか手伝う付き人みたいな感じになってる方なんで、はっきり言ってまあもちろん通訳そのもののねちゃんと能力ももちろんそうなんですけど、もう単純に人間性とかコミュニケーション能力がクソだったら選手がストレス感じちゃ絶対ダメなんで、だからそういうことなんですよね。だから本当とにかく不幸だなっていう、人間のブラックボックスがちょっとバグっちゃった人で、もう本当その一点だけのせいで、まあ、人生が大きく変わっちゃった事例、まあ、たまにある事例なのかなっていうふうに今回の報道ニュースを見て、思いました。別にこれで何かどうこうじゃないんですけど、皆さんも、まあ、僕も含めてね人間関係とか自分自身のこととかね、水原さんを叩くとかだけではなくて、まあ、大谷選手のファンなんかムカついてると思いますけど、僕は毎回こういう報道何の深みもないなんかもうくだらねえなんかそういうのもありますけど、こういうのから人生の肥やしというか学びというかそういうんじゃないですけどするようにして日々成長したいなと思ってやっているというお話でした。はい、なんかね参考になれば幸いです。今回の話は以上になります。背景に使ってたスライドを流してた写真なんかは、毎日インスタグラムで、投稿しているものになります。よかったら概要欄等からチェックしてください。最初に話した写真展の告知なんかもあるんで、いろんな動画出してるので再生リスト等からまあいろいろチェックしていただいて、もう一本ぐらいなんか見ていただければ幸いです。それでよかったらチャンネル登録したりして応援してください。お疲れ様です。コメント高評価チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカ。